さあ続いてはピックアップカルチャーです、はい、熊本の農家と地域の職人の方々がですね、うん、熊本の農産物を使ったコラボ商品、その名も熊本ショコラを作ってるんですよ。アリーナ型スタジオには熊本ショコラのメンバーの一人でいらっしゃいます吉岡貴博さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。どんな農産物を材料にされてるんですか？そしてどんなお菓子になるのかちょっと気になるよね、はい、ですよね、うん、実際にですね、10種類のお野菜があるんですけども、はいはい、金柑であったりとか、ごぼうであったり、ごぼうです、はい、あとはもう、人参、ドライトマト、あとはもう干し芋とかですね。ああいいね。もう非常にチョコレートに合うんですけども、またこの無農薬のお米であったりとか。お米、はい、すごい野菜でとどまってないね。そうなんですよ、びっくり。あとはもう大根ですね。大根、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 西原村の方で私が作っているんですけども、今回高ポリフェノールチョコレートといいましてですね、ポリフェノールが、はい、ニンニクを発酵させることによってポリフェノールが倍増するっていうのを見つけ出しましてですね、7年間かけて作りました。はい、実際にあの栄養分析をしたところですね、はい、赤ワインよりも上だったんですよ。それと今回はそのカカオにもポリフェノールが入っているので、ダブル効果で今回一日はアクセントとしてこの中に入れてみました。これなんかスイーツ食べてるんだけれども、お野菜なのでベースが、はい、どんだけでもいってもいいんじゃないと思ってですね、体良さそうな感じしますよね。そうですね、はい、スイーツゃん、これ絶対バレンタインで喜ばれるよ。間違いないですね。嬉しい、この詰め合わせは。他の人は絶対こんなんないですよ。本当だ、うん、どこでこの後購入できますか？うん、明日まではパルコでいいですけど、はい、そうですね、うん、この後14日以降はですね、その近くの店舗さんでご購入ができるようにこれから努力していきます。でもこれからどんどん増えていくという。そうですね、はい、いいですね。カタカナで熊本ショコラで、あ、そこまで、はい、熊本ショコラで情報が検索できますので、あ、そうそう、ということで今日のピックアップカルチャーは熊本ショコラについて、メンバーのお一人でいらっしゃいます吉岡貴博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。